合いがあり、そんな政治家やら財界と付き合いがあります。大変残念ながら桜井にはそういった人はおりません。まあいただけるんだったらいくらでもいただくんですけどね。お金もない、あるいは学歴もない、ないない尽くしなんですよ。皆さんもね、まあ、もちろんね、私よりも立派な学歴持たれてる方もたくさんいるとは思うけれども、基本的に私はあなたたちと同じなんです。同じ目線で都政を語ってるんです。大変ね、先ほどのゴルちゃん騒ぎ、まあ、これね、私もちょっと感動したんですけれどもね、いやこれだけ大勢の人たちが共産党が嫌いだとは思いませんでした。今ここに来てこうやって、まあ、このね、まあ、小さいとは言わないけれども、たかだか1台あたり100万円のね、レンタル代100万ぐらいかかるんですけれども、その100万円のその車上に登って皆さんに訴えかける。そして皆さんはこのクソ暑い炎天下の中、私の話に耳を傾けてくれる。こういった光景はおそらく今後日本で見られることはないでしょう。そのね、意味をよくよく考えていただきたいと思います。私がここで言うのもなんですけれども、私が選挙に出るのはこの1回限りです。この選挙で受かろうが落ちようが、私はもう二度と選挙には出ません。これはお約束いたします。選挙というのは本来そういうものなんです。自分のね、命をかけて、人生かけて出るのが選挙のはずなんですよ。軽々しくね、軽々しく、私はね、この選挙に命かけてますなんて言うべきじゃないんです。ですから皆さんに申し上げます、私はこの1回限りで終わらせます。ですから明日の総選挙、明日の投票日にはぜひね、皆さんの信じる人、私じゃなくていい、今の共産党に入れたかったら入れてもいいんです。皆さんが、特に若い皆さんが選挙に行かないがためにこういう事態になって、日本を壊せと言って堂々と主張する共産党、その政党が認められてるんですよ。普通の国であれば共産党をはじめ、もうあれ中間派ですからね。あのちらっと今ね、もう垂れ幕かかってたでしょ。あれ見たらミサオレッドウルフって書いてあるんですよ。何ですかこれは。反原発のサラコでしょ。これ反原連の女ですよ。中間派じゃないですか。そんな人間の名前を書いて恥もしない。これね、例えばですけれども、ヨーロッパで共産党を禁止してる、法律的に禁止してる国もあるんですよ。なぜですか。危険だからなんですよ。共産主義というのは常に国家を滅ぼそうとするんです。だから法律によって禁止されるんですよ。ところが今の我が国はどうですか。共産党であれ、社民党であれ、我が国を滅ぼそうとするそのふざけた政党が堂々と選挙妨害やるんですよ。この悲しい状況に風穴を開けるべく桜井は出馬いたしました。泣いても笑ってもこれで最後です。本日17時半より秋葉原駅電気街口で最後の訴え、グランドフィナーレを行わさせていただきます。そして明日、いよいよ投票日です。この投票の結果がどうなるかは私にも分かりません。でもね、少なくともこれまで17日間皆さんに訴えてきたこと、それは日本第一、ジャパンファーストというこの言葉です。日本人に生まれた限りにおいて、日本において一番権利が守られなければならないのはあなたたち日本人なんですよ。それを訴えて17日間やり通してまいりました。本当にですね、最後の最後にこれだけ大勢の人たちと一緒に共産党と戦うことができました。誠にありがとうございました。
ましたので、この辺で終わらせていただきます。しかしね、しかしまだ今日最後の一つグランドフィナーレが残っております。もしお時間があれば、秋葉原駅電気街口にお越しいただければと思います。今日は最後までご清聴誠にありがとうございました。今、僕は共産党と私言ってたんですけどね、あの街宣車すごいですよ。軽く1000万しますね、あれ。これレンタルで100万。本当ね、筋力の違い、しみじみ感じましたね。でもね、奴らはわずか10何人、こちら400人。だからね、あの鳥越を支持した共産党のやつらはですね、肝を冷やしたんですよ。幸せ書いたんですよ。この皆さん方の群衆のあの指示を見てですね、肝を冷やした、幸せ書いた。明日の夜、選挙速報で本当に奴らに油汗かかそうじゃないですか。17時30分にぜひともね、お集めいただき、この時はどちらも握手できます。女性はハグでもキスでも結構です。ぜひ天気がいるうちにお集めいただきたい。ご清聴ありがとうございました。